この帝王の前へただ歓迎をしに来たのか。そんな顔になってまで。それも無駄だった。世と駆け引きをしたがる者は多い。だが、なんだそなたは。大バカ者め、接種をやめろと言いに来ただけか。そんなに面白いかよ。バイキングの中からこのような男が生まれうるのか。美しい男だ。